ついに、モが、身型護衛艦に、VLS 装備へ、魔改造との情報をキャッチしました。今回は、モが、身型護衛艦への後日装備だった VLS を詳しく見ていきますね。悪魔的建造能力はもはや、中国超えですし、オーストラリアやフィリピンなど各国から注目を集めています。日本の造船所が、護衛艦を急ピッチで建造しているとの話も、これってマジ。日本の防衛を考える上でのガイドラインとなっているのは、その安全保障政策の基本の指針として定められ、時の政府の閣議決定によって進められる国家防衛戦略であり、最新版は、2022年12月に策定が行われている。国家防衛戦略は、それ以前までは、防衛計画の大綱と呼ばれていた文書であり、2022年末に、現在の名称に変更になったが、その内容は、最後の2019年度以後の防衛計画の大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形をとっている。そんな国家防衛戦略では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を据えていると言えそうで、4個護衛隊群、2個護衛艦、掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊を、その戦力の中核をなす部隊に位置づけている。そして、それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻という体制が明示されており、それ以前と比較して、最後の哨戒艦という、艦首が新たに追加された状況だと言ってよいだろう。残る護衛艦54隻、潜水艦22隻という、体制は、2014年度以後の第25期の防衛計画の大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は、同数から若干の体制増が打ち出されたものである。そんな海上自衛隊の艦艇の中にあって、造成基調にある護衛艦ではあるが、そこには、2024年時点で、イージス護衛艦 DDG が8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH が4隻、以下、汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況である。2023年度からの防衛予算案の増額に伴い、こうした護衛艦の中で、最も単価が高額なイージス護衛艦も2隻が新規建造されることが決まっており、また、日本独自のイージスアショアの代替を行う目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されている。そうした状況下で、数の上では、今後の海上自衛隊の艦艇の中核となると位置づけられているのが、2022年の春より収益を開始したのが身型護衛艦であり、直接的には、阿武隈型護衛艦 DD を代替する目的で配備が始められた。モが身型護衛艦の基本仕様は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦体となっており、海上自衛隊の艦艇としては、初の艦首記号 FFM が付与されたこともよく知られている。このモが、身型護衛艦の新装にあたって付与された新たな艦首記号である FFM とは、艦艇の規模を表すフリゲートを、FF、多用途、対機雷戦闘を表す M より命名されたと言われており、汎用性の高い水上戦闘艦を志向していることが伺える。モが身型護衛艦は、機関構成にはコダグ方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせており、最大出力は、7万馬力で、最高速度は30ノット以上と公表されており、低燃費と高速性能の両立を図っている。また、兵装としては、62口径5インチのマーク45を、主砲として、1機、マーク41型 VLS を、1機16セル、近接防空用に、ムセア、ラムを1機、対艦攻撃用に、国産の17式 SSM-4 連装発射塔を2機、324mm の三連装単魚雷発射艦を2機等の装備を前提としている。他国の排水量で言えば、4000トンから5000トン台の同クラスに分類されるフリゲートが、主兵装である VLS、垂直発射艦を32セルや24セル等装備していることを鑑みれば、
も、が2型護衛艦の兵装は比較的に抑えめとも感じられる。しかし、も、が2型護衛艦の最大の特徴としては、その見た目からも、想像が、容易な高度なステルス性能が挙げられ、艦橋の上部には、複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、敵のレーダーへの反射断面積の低減を強く意識していることが見て取れる。加えてもが、2型護衛艦は小人化にも注力されており、定員の乗組員数はおよそ90名とされており、同艦が、大隊の対象とした阿武隈型護衛艦の同120名に比しても、25% もの乗組員数の削減を実現している艦艇となっている。そして、も、が2型護衛艦は、満載排水量で、5500トンもの大型の水上戦闘艦でありながら、従来は、もっと小型の専用の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力を付与されており、その点からも、コンセプトの多用途性の実現が図られている。この追機雷戦闘に向けてもが2型護衛艦は、専用の対機雷戦用の 999-11 ソーナーシステムを実装しており、共に、無人機である、機雷排除用の水蒸気、USV と、機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUV-OZZ-5 を運用する能力を与えられている。これら敵の散布した機雷を取り除く機能にプラスして、もっか、2型護衛艦は、簡易型の機雷敷設装置を実装することで、自身が、機雷の敷設も可能となっており、有事の際には、対象となる海上の封鎖にも、その能力が期待されている。こうした数々の新機軸の導入により、まさに多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にない機能を実現させたもが2型護衛艦は、阿武隈型以後の初雪型、朝霧型の TDO も全て代替するべく、22隻の大量建造も視野に入れていると召された時期もあった。ことに、2018年度に出された関係文書の中には、もっか、2型護衛艦は、2018年度以後2037年度までの間に、総数で22隻を建造し、各々の艦艇を、建造から40年間にわたって維持、運用するという記述が見られ、先の推察が現実味を帯びていたと言ってよかった。しかし、昨年の2023年1月末には、防衛装備庁自身がもっか、2型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画、提案を行う事業者を募る工事を行ったため、同艦の建造は、2023年度分までの累計の12隻で終了することが明らかになった。ここで、防衛装備庁は、新型 FFM の建造を、2024年度分から10隻を新造する方針であることを示したが、さらに、同年8月末には、防衛省が、自ら、新型 FFM の建造を、2024年度から2029年度までの6年間で、総数12隻とする旨を発表するに至った。この方針変更は、現行のもが、2型護衛艦の使用に、不十分な点があると判断したか否かは説明されてはいないが、日進月歩を続ける軍事技術の進歩の速度に対し、既存艦を22隻もの数で建造を続けることに疑義が呈されたと考える向きが大勢を占めている。さて、そんな、さらに、新型の FFM の建造計画も動き出した中で、既存のもが2型護衛艦は、6番艦となるアガノが、すでに2022年末に進水を終えており、この2024年3月には実戦配備される予定で、7番艦、ニヨドと8番艦、ユーベツも寄港されている。残る4隻のもが2型護衛艦も、計画通りに、2023年度計画で2隻、2024年度計画で、2隻が予算上からも建造予定であり、以後は、2025年度分以降では、2隻の新型 FFM の建造費用として、1747億円が予算上で要求される状態となっている。こうしたもが、2型護衛艦の建造が続く中で、この2024年3月6日に、海上自衛隊の酒井幕僚長が行った記者会見では、同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦、もっかみから、
10番艦までの10隻が新造地に装備されないことへの質問が飛んだ。これはもが、2型護衛艦の主兵装である、マーク41型 VLS 1機16セルは、10番艦までは、建造時には実装されず、後日の装備とするという対応が続けられていたためであり、一部の SNS 上では、この事態を憂慮する、つまりもが、2型護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も聞かれていたゆえだ。もっか、2型護衛艦の、マーク41型 VLS 1機16セルの装備については、そこから運用すべきミサイルの選定に時間を要することを理由として、確かに、今日に至るまで実装されておらず、予算上からは2024年分までで、その調達が組み込まれている状態ではある。海上自衛隊の酒井幕僚長は、この質問に対し、目下、2型護衛艦への、マーク41型 VLS 1機16セルの装備についての時期こそ、明言は避けたものの、予算上は、確保済みで、しかるべき時期に、部隊運用に支障が生じないタイミングでの実装を行うと返答した。折しも、ちょうど、オーストラリア海軍が、既存のドイツは、MEKO200 型フリゲートをベースとした同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つにもが、2型護衛艦を挙げたこともあり、この点は世界でも注視されているようだ。在日アメリカ軍は、横須賀海軍基地で、トマホーク巡航ミサイルの運用訓練を、日本の自衛隊関係者に対して実施したとの情報をキャッチしました。今回は、日米でのトマホーク訓練ついに、開始で、イージス艦実装間近を詳しく見ていきますね。北朝鮮の動きがおかしくなっているのは事実で、サッカーの試合を棄権しています。何かが動いている。加賀の F-35B 戦闘機認証プログラムで寄港するときに持ち帰るのかな。私だけの妄想です。2024年3月25日から29日までの延べ5日間をかけて、在日アメリカ軍の横須賀海軍基地内に停泊した同軍の艦艇を用い、搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練が日本の自衛隊関係者に向けて実施された。このトマホーク巡航ミサイルの運用訓練の実施の様子は3月28日に在日アメリカ軍を通して一部の報道機関に公開され、アメリカの駐日大使であるエマニュエル氏も同席しており、日米の軍事的な分野での関係強化を改めて強調したものとなった。エマニュエル氏は県のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に対して、日本とアメリカ両国の抑止力を向上させること、太平洋方面における軍事行動の信頼性の向上に寄与することを、ポイントとして、報道陣にコメントを発している。政治的には、来月の2024年4月10日に、日本の岸田総理が渡米し、アメリカの首都ワシントンにおいて、同国のバイデン大統領との会談を行う中でも、日米の軍事的な連携の強化が議題に上るであろうことも示唆された。日本政府としては、従来までは敵基地攻撃能力と称されてきた、トマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を、政治的には反撃能力と言い換えることで、その取得、保有、運用を定常化させる姿勢を示している。自衛隊側では、今回のアメリカ海軍の艦艇において搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に際しては、海上自衛隊員は、元より航空自衛隊員も含め参加を行ったとされており、隊を超えた連携も考慮されていることが推察された。
今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練は、実際にどうミサイルを発射するような大掛かりなテストではなく、艦内の戦闘指揮所において、その運用手順のレクチャーを、自衛隊側がアメリカ軍から受けるといった形式が取られた模様だ。ここに参加した自衛隊員らは、艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルの発射までの一連の操作を、戦闘指揮所内の実際の必要機材を通して学習し、目標捕捉から攻撃に至る工程をシミュレーションで体験したものと思われる。在日アメリカ軍が、今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練のために用意し使用した艦艇は、同海軍の主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の35番艦で、2022年8月に就役を開始したマッキャンベルだった。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、日本の海上自衛隊が2024年4月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦のベースであり、マッキャンベルは、その中でも、比較的に新しいフライト 2A というバージョンにあたる。マッキャンベルは、満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル、全幅が 20.1 メートルの艦体を持ち、これに4機のガスタービンエンジンを組み合わせた小型方式の機関を搭載、最大で出力27万馬力で、速力31ノットと公表されている。このマッキャンベルという艦艇は、2011年の東日本大震災の際には、航空母艦ロナルド・レーガンの艦隊の一部として、被災地支援のために派遣された経緯もあり、艦名に聞き覚えがあるという方も少なくないだろう。マッキャンベルは、今年2024年1月末に、在日アメリカ軍がそれまで配備していたタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦であるアンティータムの代わりに近代化改修を施された後に日本へと配備された状態だった。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A としてマッキャンベルは主兵装にマーク41モッド 7VLS を96セル実装しており、ここから今回の訓練の対象となったトマホーク巡航ミサイルも運用する能力を有している。前述したように、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦は8隻だが、その内訳は、混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、日本でも、これらが、トマホーク巡航ミサイルの搭載の対象となることは間違いないだろう。これら、海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、近年は、主任務として、北朝鮮の各種のミサイルを迎撃するためのミサイル防衛の用途と位置づけられてきたが、日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中で、その役割は多様化してきているように思える。海上自衛隊では、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の椅子も、型2隻も、航空母艦化改修を施している渦中にあり、これらが、艦載機として F-35 ライトニング 2B 型を運用する場合には、その艦隊の防空を担う艦艇も当然必要となる。日本は2023年度から2027年度までの5年間で大幅な防衛予算の増額を決め、総額で43兆円とすることで、イージス護衛艦も現行の8隻体制から2隻増の10隻体制へと拡充させることが予定されており、増加する任務への対処を考慮していることが伺える。これら10隻体制のイージス艦とは別に、2隻のイージスシステム搭載艦を、配備を中止したイージスアショアの代替策として新造することも確定しており、ミサイル防衛の中心は、こちらに移行することも想定される。さて、話をトマホーク巡航ミサイルに戻せば、日本は、同ミサイルを、総額およそ2540億円を投じて、最大で400発をアメリカから調達する予定となっており、来年度の2025年度から2027年度にかけて、その数を受け入れるとされている。費用面の総額およそ2540億円の内訳は、トマホーク巡航ミサイル本体の取得費用として、およそ1694億円、同ミサイルを運用するため、搭載対象となるイージス護衛艦への関連設備の取得に、およそ847億円が計上されている形だ。もともとの計画において、日本政府は、トマホーク巡航ミサイルについて、400発とされるすべての数を、最新のバージョンであるブロック5とし、
2026年度から調達する方向で予算を計上していたが、1年間の前倒しを決断した。この期間を1年間前倒して2025年度からとすることは、その理由に日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化が挙げられているが、それによってトマホーク巡航ミサイルのバージョンも最新型のブロック5と一つ前のブロック4に変更された。総数で400発を調達することに変更はないが、トマホーク巡航ミサイルのバージョンは最新型のブロック5と一つ前の型のブロック4を共に各200発ずつに安分して取得することに変更。性能そのものよりも配備時期を優先したと考えられる。トマホーク巡航ミサイルは、バージョンがブロック5であれブロック4であれ、およそ 1600km とされる射程距離には大きな違いはないが、前者は攻撃目標を識別する能力が向上しているとされ、アメリカ軍も代替を進めている渦中である。また、ブロック5には、ブロック4の性能を高めたベースとも言うべき5型と、さらに、これを艦対地、艦対艦攻撃用途を兼用可能とした護衛型、艦対地攻撃用の能力を向上させた 5B 型という3種類が製造されている。こうしたトマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を自衛隊が装備することに関して、言わずもがな、反対派の団体や個人は、従来通り十分な議論がなされぬまま、日本政府が攻撃的な兵器の導入を強行しようとしているといった批判を続けている。この問題を扱ったウェブコンテンツ上の討論番組を最近目にしたのだが、そこに出演していた反対論者は、日本がトマホーク巡航ミサイルのような兵器を持つことは憲法上で許されていないということを論拠にしており、目新しい感はなかった。ただし、その番組の司会者は、憲法を論拠としたそうした主張には組みせず、そこには他国との関係を考慮した視点が抜け落ちていると指摘していて、ウェブコンテンツとはいえ、日本の言論空間も変わってきていることを実感させられた。2024年2月14日、防衛省内で、現岸田政権で防衛省を務める木原氏と、アメリカの駐日大使を務めるラーム・エマニュエル氏が会談を行い、日本が調達を進めているアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルについての対応が判明した。これは、木原防衛省との会談を終えたエマニュエル駐日大使が、マスコミの取材に答えたことで明かされた内容であり、この2024年3月末より、アメリカ軍側が、自衛隊に対するトマホーク巡航ミサイルのトレーニングを開始するというものだった。今回、エマニュエル駐日大使によれば、自衛隊がトマホーク巡航ミサイルを調達するにあたり、その運用に関するトレーニングを、まず、神奈川県の横須賀基地内において、座学の形式で開始すると説明がなされた。神奈川県の横須賀基地は、在日アメリカ軍が、海軍の第7艦隊の母港としている拠点であることから、実際にトマホーク巡航ミサイルを実装しているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦等が所属していることが選ばれた理由だと思われる。エマニュエル駐日大使によれば、今回は、自衛隊の対象者30名を、この横須賀基地に集めて、2024年3月25日より、トマホーク巡航ミサイルを運用するためのトレーニングを開始するとされており、海上自衛隊の担当者が中心となるのだろう。アメリカ軍では、海軍がトマホーク巡航ミサイルを実装する艦艇として、前述したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦やバージニア級攻撃型原子力潜水艦として配備しており、日本が導入する艦艇型での運用を、前者をモデルにトレーニングするとめされる。エマニュエル駐日大使は、1964年生まれの64歳の民主党員で、これまで、アメリカの下院議員、オバマ大統領時には首席補佐官を務め、その後シカゴ市長を経て、2021年から、現職である、駐日大使の任に従事している人物だ。直接、軍人としてアメリカ軍に関わった経験をエマニュエル駐日大使は有しているわけではないが、初めてトマホーク巡航ミサイルを運用する自衛隊に対し、入念な運用準備を進めておくことの重要さを説いたものと言えるだろう。日本では、
アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルは、この2024年2月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦を対象とするものと考えられており、これらは、すべて、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇だ。海上自衛隊では、このイージス護衛艦の内訳は、現時点では、建造が古い順に混合型4隻、アガ、5型2隻、マヤ型2隻の合計8隻となっているが、2023年度防衛予算案からの大幅な増額を反映し、今後2隻を追加する計画となっている。それに加えて、導入が中止された陸上配備型のイージス・アショアの役割を代替する存在として、従来のイージス護衛艦と同様に、イージス兵器システムを搭載する、イージスシステム搭載艦2隻の新造も、同時並行で進められていく。そのため、将来的に、海上自衛隊としては、イージス護衛艦10隻、イージスシステム搭載艦2隻の合計12隻のイージス戦闘システムを実装した艦艇を配備することとなるが、今調達を進めているトマホーク巡航ミサイルは、まず、既存の8隻のイージス護衛艦への統合が見込まれる。よって個人的な推測だが、今回、横須賀基地において、トマホーク巡航ミサイルの運用のための座学を受ける対象者30名とは、既存のこれらイージス艦8隻の兵装運用担当者から選抜された第一陣の方々ではないかと考えている。トマホーク巡航ミサイルは、政治的には、現在の岸田政権が掲げる反撃能力を体現する兵装であり、これまでに自衛隊が装備している兵装とは比較にならないほどの長射程を有し、運用用途自体が異なってくることは想像に難くない。現在の日本政府は、こうした長距離打撃兵器をスタンドオフミサイルと呼称し、それまで敵基地攻撃能力と政治的には称されてきた同分野の兵器を自衛隊が保有、運用するための合理的な理由付けを体系化しようとしている。ここには、すでに多数の中距離ミサイルを配備し、日本をその射程距離に収めている中国と、新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発とテストを加速させている北朝鮮への対処を急ぐことが、喫緊の日本の課題となっていることを感じさせる。従来の冷戦構造下での時代には、日本の自衛隊は、専守防衛という、錦の大旗の下、自衛用の兵器の装備に特化し、攻撃という点は、同盟国であるアメリカ軍に丸投げする手法が、政治的にも経済的にも理にかなっていた点は確かにあった。しかし、昨今、軍事技術の飛躍的な進歩の前に、長距離打撃兵器の射程距離は、まさに桁違いに延伸されてきており、自衛目的の兵装とは、いえ、土敵の戦力と対峙し、抑止力を発揮させるためには、同様に長射程化を避けて通れない。今も続くロシア・ウクライナ戦争においては、昨年より苦戦を強いられ、じわじわとロシア側に支配地域を広げられているウクライナ側だが、やはり、そこには、航空優勢が取れない上、長距離打撃兵器もないという残酷な現実が横たわっている。四方を海に囲まれた海洋国家の日本と、ロシアと地続きであるウクライナの防衛を同列に論じることには無理があることは確かだが、ウクライナ側に、有効な長距離打撃兵器が的確に供与されていれば、戦況は、また違ったものとなったと思われる。さて、日本のトマホーク巡航ミサイルの調達という事態に話を戻せば、当初の想定であった同ミサイルの最新バージョンであるブロック部の調達から少し変更が生じ、一つ前のブロック4と最新のブロック5を各200発ずつ入手する方向に変わっている。もともと日本政府としてはトマホーク巡航ミサイルの最新バージョンであるブロック5を2026年度から400発調達することを希望していたが、これを1年間前倒しして2025年度から行うため、半数をブロック4とする折衷案に変更されたという。こうした点を捉えて、そもそも今の日本政府がトマホーク巡航ミサイルを調達する方針に異議を唱えている勢力からは、日本政府がアメリカ政府に懐柔されて、片落ちの兵器を言い値で押し付けられたかのような指摘の声も上がっている。しかし、
たとえ最新バージョンのブロック5ではない4であっても、射程距離は、ほぼ同等のおよそ 1600km であり、ここまでの長距離打撃兵器を現時点で保有していない自衛隊にとっては、大きな戦力向上に寄与することは間違いないだろう。今回のトマホーク巡航ミサイルの調達に関する総費用だが、2023年11月にアメリカ議会に告知された内容によれば、本体のブロック4と、5の各200発とこれらを運用するためのイージス護衛艦への管制システム等の付帯費用込みで、約 23.5 億ドル、日本円換算で約3520億円とされている。もともと、2023年度版の資料内で防衛省が記していたトマホーク巡航ミサイルかかる費用は、ミサイル本体の取得で2113億円、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用で1104億円、合計では約3217億円であり、想定より増加した点は否めない。ここで興味深いのは、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用についてで、今回の内容では、この武器管制システムは、14機となることが決まっており、前述したように、現在、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦への数8隻分を上回っている点だ。これも、先に述べた通り、イージス護衛艦が2隻、イージスシステム搭載艦が2隻追加建造されることは確定しているが、これらを加えても、海上自衛隊のイージス護衛艦等の合計数は12隻であり、武器管制システムは、2機多い計算になる。この点は、単なる予備と考えるのか、イージス護衛艦等ではなくとも、MK41VLS を装備する水上戦闘艦への搭載も視野に入れているのか定かではないが、その部分も含め、今後の確定情報のリリースに注目していく必要があるだろう。